いちご浜ダフボールで足切りさグニャーってなっちゃってさ怪我しちゃったよ。ごめんよ、一緒にやんなくて。ステーキ定食ーカーステイスポットはぐるっと振り返ったここ。母ちゃんの声だけめっちゃ聞けた。わー、はい、予定しちゃったもんね。さあ、じゃあ次向かう場所はいちご浜というビーチです。さあ、フィニッシュに行きましょう。いちご浜曲がります。島のいちご浜ポイントやってまいりました。ここもかなりメジャービーチですね。はい、サーファーいっぱい。右方向です。その先、目的地は右側です。よし、アオさん、初めて来ました。いちご浜、なんて素敵なビーチ、海水が超綺麗。イエーイ。小鳥がレディーになりましたので、お着替え用のテント、ポップアップテントをね、用意してあげました。これで中でシャワー着替えがね、かなりプライバシーを守った状態でできます。もう4年生、外では平気でお着替えできなくなりました。さっきさ、サーフボードで足首さ、グニャーってなっちゃってさ、怪我しちゃったよ。もうもしかしたら海入れないかも俺。そんな顔すんなよ、アオ。ごめんよ、一緒にいらんなくて。あー、インサイドで、波打ち際で、板と足が挟まってしまい、足首を負傷。すぐ治るといいなぁ。めっちゃ痛え。初めて来ました。島のサーフポイント、まあまあでしたけど、これから次のポイント移動しましょう。また来るよ。さあ、ランチ行きましょう。ランチ、あ、やったー、俺が好きなタイプ。はい、到着。みんな行こう。今日のランチはレストラン松村。ビビリーン。行ってみましょう。おしゃれなレストラン。小鳥さん、ボリュームたっぷり。どうぞ。食べよう。わあ、青ハンバーグ美味しそう。青でん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 。母ちゃんも食うな。みんな肉食うな。昨日から肉三昧。じゃん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 。ステーキ定食いただきます。あ、久しぶりに食べます。僕も資産9持ってる。ありがとうございます。よかったね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よし、松村、美味しかったぜ。どれなの？左方向です。左のみだ。すっげー人いっぱいいる。これ入っていいところなの？ダメだ。完全に通行禁止区間になっております。そうなんですね。右は通れるは通れるんですが、かなり歩行者多いので危ないので、バックした方がいいですね。展開ご案内いたします。あ、お願いします。左に頭吸ってもらって、はい、すいません、ありがとうございます。フライフライフライ
気をつけて。ありがとうございました。すいません。お伊勢様、ありがとうございました。さあ今夜の宿もカーステイというわけで、鳥羽にあるユパーク、カンポの湯のカーステイを今日は使いたいと思います。 Here we go。 おばあちゃんこんにちは。あ、いいよ、なんかこの道、あ、いいね、いい夕暮れ、あ、いいね、伊勢の夕暮れ、いや、よかった。ちょっとね、今回下空はパスしました。父ちゃんの痛めてしまった左足首がね、どうしても長い距離を歩くのが困難だったので、今回は内宮だけ参拝させていただきましたが、まあこれで神様パワーで足首も治るでしょう。明日もサーフィンやるんだ。すごい道を案内するね、相変わらず Google は。これがね、Google マップの罠。何としてでも近い道を。さて、間もなく今夜の宿、カンポの宿。カンポの宿でカーステイ。つまり、部屋では泊まらない。あ、フェリーフト。イエーイ。明日はそこからフェリーに乗ります。到着。カンポの宿なのに、カンポの宿に泊まらない。おいしょ、ぐいっと山を登っていきまーす。おー、嘘、めっちゃ景色いいんじゃねえの、ここ。やったやったー。あ、車パークって書いてある。これだよ、車パーク。え、こんないい場所？嘘でしょ？そうだよ、これ。到着しました、カンポの宿。ここが今日のカーステイ。さあ、こちらがカンポの宿、鳥羽。カーステイスポットはぐるっと振り返ったここ、この右側ね、ここがカーステイできる場所です。そして皆さん驚かないでください、こっからの景色がなんとナイスビュー。鳥羽の街並みが一望できます。すぐそこがフェリーです。あ、こんにちは、お世話になります。結構特等席の部屋になりますよね、こうすると眺めもここね、目の前にテーブル、ベンチあるので、今日ちょっとね、暑くなければ外で配信しましょうかね、はい、扇風機でもつけて。そうしましょう。さて、実はこの駐車場所ですが、今回特別に置かせていただいてます。繁忙期、忙しい時はですね、さすがにここバスが止まるらしいんですね。なので、はい、本来は、このこちらですね、2段下にある C ブロックになるそうです。なので私たちは今回はラッキー、超ラッキー、今日は空いてるということでここを置かさせていただきました。ラッキーラッキー。外水栓があります。外水栓から水を取って、水着とかね、ウェットスーツを洗って、そんでうちの場合 IS の後ろにこのようにね、ランドリーバーがついております。これです、ランドリーバー。これにですね、かけることで簡易的な物干しができます。母ちゃんの声だけめっちゃつけてる。母ちゃんのブラにはパッドが厚すぎると葵は申しております。だって動画線が。カンポの宿、鳥羽。カーステイ来たら普通にカンポのフロントでチェックインを行ってください。お願いいたします。はい、カメラの出会いの証明書になります、はい。方でございましょう。三重県で11件目です。じゃあもうずっと前からやられてたんですか。はい、今回の提携会。はい、はい、
なるほど。カーステイと車旅と提携してこういうサービス。ああ、なるほど。僕たち明日もそうなんですけど、朝一のフェリーに乗りたいからこの辺にステイしたいんですよ。はい、なのでないですね。そう考えると。この辺。そしたら絶好です。はい。もうはい。一番いい場所に。うん、絶好ですね。なんなら見えますね。見えるところ。お持ちかもしれないです。あ、ありがとうございます。あ、持ってなかったです。やったー。事前におしゃべりいただいているので、はい、次は特にないので、はい、こちらでおしゃべりいただくことはないんですが、はい、お風呂がですね、はい、今日は夜12時まで営業してますので、はい、12時までお借りいただきます。なるほど。朝は出発も早いっていうふうに言われてますので、そうですね、はい、5時から9時の間は朝風呂に行きます。うん、早起きが3問のことです。温泉に行ったら2回は入らないとってですよね。よかったら朝風呂も、はい、ゲストからぜひお伝えください。ありがとうございます。ではでは短い時間ですがお世話になります。よろしくお願いいたします。ではまずはお風呂行ってきます。漢方の湯、漢方の宿だとお風呂追加料金、はい、料金はこちらドン、こちらでお風呂入ります。なのでなんとさっぱりした後にそのままベッドルームに戻れるっていう、そういうルーティーンを組むことができるのがここ漢方の宿。行きましょう。漢方の宿のキャラクターユノポン、初めて聞いたね。さあいいお湯でした。漢方の湯よかった。なあお、すごく気持ちいい。ゆっくり浸かりました。父ちゃん来て。はい。お腹すいた。お腹すいたね。ご飯食べようか。さて漢方の宿お風呂入ってきまして、はい、そして今日はこのまま車内でディナータイム。もう正直僕たち今日では8日目、うん、疲れましてご飯を探して食べに行って お風呂行って浴びて寝床へ来てみたいなのも疲れたので、漢方の宿でご飯食べようと思ったら予約しなくちゃいけなかったらしくて間に合わなかったので、もう今日はねコンビニ飯夜ご飯手抜き。いいかいみんな。いいよ。ではいただきます。そういただきまーす。はぁ、今日もお疲れちゃん。お疲れ様。お疲れ。乾杯。ワン乾杯。何これ飲み。いただきまーす。はい、いただきまーす。はい、どうぞ。しかし、スミもさ、あれだよね。俺と付き合ってよくさ、ほとんど泊まり行ったことなくてさ、うん、ほとんど車中泊ばっかりでさ、うん、付き合ってきたよね。俺らめったに宿取ることなかったじゃない。ない。それは今も。ない。あってもフェンとか、友達の家か。そうだね。友達の家だね。でもさ、そう考えるとよ、すげえ贅沢だぜ、俺らって。時代先取り。いや、その日本中行く先々、なんなら世界だってさ、うん、行く先々に友達がいるんだよ。ああそうね、うん、確かに。そんなレアなことってないからさ。はい。じゃあ一都道府県に一人はいるってこと？いや本当にそうだよ。顔を出してさ、みん遊べる友達がいる。だからちょっと特別なんだよ。普通に訪れるよりもちゃんとその地で住まってる人たちが知っているあの情報をもらえるから。いただきまーす。塩ラーメンいただきます。これもさ、また贅沢な悩みでさ、ご飯食べに行くのに疲れたっていうね、うん、あとは外食しすぎてちょっとメニューが飽きてきた。そうだね、一通りね、肉も魚も美味しいの食べさせてもらったら、うん、だったらあとはコンビニでみんなが好きなものを買った方が実は、うん、ちょうどいいみたいな。ラッキーラッキー、花火が見える。なんと漢方の宿無料花火大会付き。どこでやってるのこれ。ねえ、海からあげてると思うよきっと。あれ、海はあっちか。ございます。今朝起きたらこんな景色でした。さあ本日も朝起きてから最速で準備整いました。青井さんおはようございます。おはよう。もっと元気よく。おはよう。小鳥さん Good morning。 Good night。 寝るんかい。気持ちいい朝だね。さあ今朝もね、
いい天気、残り2日、私の足首の方も随分復活というわけで、本日も出発したいと思います。かんぽの宿さん、大変お世話になりました。とってもね、心地よいカーステイできました。すごく良かったです。ありがとうございます。さあ、かんぽの宿出発です。チェックアウトが必要なので、最後もフロントに立ち寄ってお世話になりました。じゃあ1個ずついいですか、いただいて。じゃーん、水風船子供用にいただきます。ありがとうございます。ホテルの窓から海が一望。チェックアウト終わりました？終わりました。大変。それでは大変お世話になりました。はい、ありがとうございます。さよなら。スミさん、見て、こういうサービスもあるの。あ、素敵。車の窓拭きにご自由に使ってください。やっぱね、ドライブの旅は窓ガラスの綺麗さは非常に重要なので、ここを配慮いただけるのはすごく親切。さあ、時刻は朝の7時です。今日も旅を続けましょう。Dude, that father is 10 men permed!